3年契約。先日阪神タイガースの正捕手梅野龍太郎が契約更改を行い、単年契約1億1000万でサインしました。梅野は会見で、この球団も含めていろいろなところで考えていきたいと FA 権交渉を示唆する発言をし、梅ちゃんが出ていくんじゃないかと阪神ファンの間で波紋が広がっているんです。ただ選手の立場としては、 FA 前年に単年契約を結び、コメントで FA することを匂わせ、次の年に活躍すると一気に年俸を高めることができます。これまで中日の大野やヤクルト山田なども FA 前年に単年契約を選択し、 FA を匂わせながらも残留を決めた選手もいるんです。そこで一つの疑問が生じました。大物選手が FA 取得する前年の契約更改後の会見でどんなコメントをしたのか。というわけで今回の動画は FA 取得する選手の契約更改後の会見での発言をまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。契約年数、来年 FA を取得する主力選手には流出を防止するため、あらかじめ契約更改で複数年契約を打診します。先月日本一に輝いたソフトバンクは FA 取得する前年に大型の複数年契約を結んでいるので流出がありません。ただ球団側から複数年契約の打診があっても、選手がこれを拒否して単年契約を結ぶ場合があるんです。これには2つ意図がありまして、1番、 FA 権を行使して他球団に移籍したがっている。2番、自分の価値を高めて年俸を釣り上げる。聞こえは悪いですが、短い野球人生でより高い給与を得るための立派な戦略です。コメント、 FA 取得前年の契約更改でのコメントを移籍、残留、単年提示の3つに分けました。今回調べてみて分かったことが、そもそも FA で移籍した選手の中で前年に複数年の打診をされている選手自体が少なかったです。球団の財政事情もありますし、 FA 取得前年に不振だったケースが多いです。では移籍から見ていきましょう。浅村秀人、当時西武に在籍していた2017年の契約更改後の発言です。甘えを持ってやりたくなかった、あかんかったら下がると思うし、よかったらまた上げてもらえると思うので、そこでプレッシャーをかけて来年もやりたいと発言しました。2017年の成績は打率2割9分1厘、19本塁打、99打点。この契約更改で5500万アップしました。そして2018年に打率3割1分、32本、127打点をマークして、シーズンオフに FA で楽天に移籍しました。続いて残留、山田哲人、2019年契約更改で複数年の打診を断り単年でサイン。コメントでは、 FA 権を取得するまで単年で行くと自分の中では決めていたこと、 FA 宣言するかもしれないし、しないかもしれない、決めてはいないと発言。そして翌年2020年に7年40億円の超大型契約を結び、残留が決定しました。残留を決めた理由を山田は、環境を思い切って変えたい、パリーグに挑戦したいという気持ちも正直あり、いろいろ考えたが球団の誠意をすごく感じたし、監督、コーチ、選手、ファンから残ってほしいという言葉をたくさんいただいて、自分は愛されているなと感じた、自分の居場所はこのチームだなと感じて決意したとコメントしました。大野雄大、2019年契約更改で3年3億6000万の打診を断り単年契約を結びました。契約更改後のコメントで FA 更新について、まだわからない、ただ1年間しっかりやれないと権利は生きてこない、まずは来年しっかりやるとコメント。そして2020年、防御率 1.82、11勝148奪三振をマークし、最優秀防御率、最多奪三振、沢村賞を獲得。3年9億の契約を結び残留が決定しました。大野は残留理由をしっかり悩もうと思っていたけど、試合で投げるたびにこのチームでやりたい気持ちが強くなっていった、去年単年契約を選んだ時は他球団の評価も知りたかったけど、残りたい気持ちが増していったので、その思いは薄れていったと話しました。続いて単年提示、丸佳浩、2017年シーズンは3割0分8厘、23本92打点をマークし優勝に貢献。しかし契約更改では単年2億1000万で FA についての話し合いは行われませんでした。丸は FA 更新について、現時点では考えていない、来期は来期でシーズンのことしか考えられないとコメント。球団幹部はいてくれると思っていると話したとのことです。そして翌年2018年に3割0分6厘、39本、97打点をマークし、チームの3連覇に大きく貢献。丸はシーズン MVP に、そしてシーズンオフに FA 宣言して、巨人と5年25億5000万で契約し移籍しました。西勇輝、2017年シーズンは5勝に終わり、オリックスは契約更改で単年1億2000万を提示。単年提示の理由を、貴重な戦力であることは間違いないですが、今年の成績をベースに複数年を提示するとなると彼にとってはいい条件にならない可能性がある、そういう説明をしましたと話し、西は FA 更新について、人生は一度きり、
野望じゃないですけど、それがモチベーションになれば、西がいないとダメと言われるように頑張りたいと話しました。そして2018年に10勝挙げ FA 宣言、阪神と4年10億で契約し移籍しました。総括ということで、5人の発言を見てもらいました。結論は、契約更改後にどんなに FA について言及しても移籍するとは決して限らないということです。5人の中で一番 FA に含みを持たせた山田哲人、大野雄大が残留、 FA 更新について言及しなかった浅村、丸、西の3人が移籍しました。ですので、今回梅野の発言に対して悲観的になる必要はないと思います。 FA で移籍した選手の中で意外に多かったのが、取得前のシーズンで結果を残せずにダウンテージを受けて FA 取得すること自体が話題になってなかったということです。なので一番要注意なのは梅野ではなく、今話題になってない FA 見込み選手が来シーズンの活躍で一気に FA 戦線に急浮上することだと思います。梅野龍太郎。最後に梅野の FA 宣言について考察したいと思います。現時点での12球団のキャッチャーを見ていきましょう。今シーズン各球団のキャッチャーで一番出場機会が多かった12人です。元ロッテ里崎智也氏は自身のチャンネルで FA 宣言する選手には4つの型があるとしています。夢追い型、優勝したんや型、追い出され型、お金大好き型、この4つのパターンを当てはめて考察したいと思います。まず夢追い型、梅野の地元は福岡、子供の頃は大英城島健二の大ファンで城島の下敷きを持っていたほどらしいです。このエピソードもあって該当チームがソフトバンクとなるわけですが、ご存知の通りソフトバンクには不動の正捕手甲斐拓也がいます。ソフトバンクへの移籍は現時点では考えにくいですね。2つ目、優勝したんや型、この方は TBS 時代の横浜から飛び出した村田や内川などに代表され、暗黒期真っ只中のチームから優勝できるチームに移籍するパターンなので、今の阪神には当てはまらないですね。3つ目、追い出され方、今年は開幕から坂本と併用される時もあり、昨年に比べてスタメンでの出場機会が減りました。先日トラバンラジオに生出演し、隣にいた阪神OB浜中が梅野の起用法について苦言を呈した時、梅野は大きく頷いていました。来年の起用法でも残留するか否かは変わっていません。最後にお金大好き型、 FA 選手に積極的にお金を出せるチームとしては巨人、ソフトバンク、楽天が挙げられます。巨人は大城、ソフトバンクは甲斐がいますが、楽天はまだキャッチャーが固定されていません。梅野は契約更改後の会見で必要とされる評価をもらえるところに関しては、この球団も含めていろいろなところで考えていきたいと発言しています。すなわち必要とされる評価イコール条件と捉えられるので、保守が固定できていないかつお金がある楽天にマネーゲームを展開されると個人的に怖いです。どちらにしても阪神が梅野に対して誠意と適正な評価をすることが大事だと思います。というわけで、今回は FA 取得前年で単年契約を選択した選手たちの会見での発言をまとめてみました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。